初代アルベマール博、アーノルド・ジョースト・バンケ・ヘッペルは、イギリスの貴族、軍人。オランダ出身で、オランダ総督兼イングランド王ウィリアム三世の、男色相手として長愛され、立身出世を重ねて、イングランド貴族の一員に選ばれた。オランダ共和国のヘルダーラント州、ズトフェンで、ヘルダーラント州の貴族オズワルド・ファン・ケッペルと、妻、アンナの息子として、誕生。 洗礼を受けた。魅力的な美少年で早くから故障として、ウィリム3世に仕え、16歳でウィリム3世の愛人となり、1688年の名誉革命でウィリム3世率いるイングランド遠征軍に加わりそのままイングランドに住むようになった。イングランド王に即位したウィリアム3世からの長愛は深まり報奨を与えられ、1692年に、 王領地を与えられ1695年に、進出係自重と王室衣装係に任命。1696年に、新設のバリー死尺とアシフォード男尺を授与。翌1697年には、アルベマール伯爵に助釈された。同年に、イングランド軍とオランダ軍両方の陸軍少将,将とスヘルトーヘインボスの総督に任じられ、1699年に、 この駅兵第一中隊隊長にも認じられいくつかの連隊を率いる立場に置かれた。それまで、ウィリアム三世の長身だったポートランド伯爵、ウィリアム・ベンティンクは憤慨して所領に引き下がっている。1700年に、ガーター勲章を、呪君、アイルランドからも領地を与えられたが、イングランド議会から問題にされ、長消しとなり、代わりに、ウィリアム三世から5万ポンドを与えられている。 また、議会は、ウィリアム3世の他の外国人への所領と、社会従用にも抗議して、翌1701年に制定した、大井継承法で、ウィリアム3世の王権が制限されることにつながった。1702年2月に、ウィリアム3世が病気と落馬事故で伏せっていたときは、対フランス戦準備のため、オランダに送られていたが、イングランドへ帰国して臨終に、 立ち合い秘密書類の保管を委託された。3月8日に、ウィリアム3世が死去、遺言で20万ギルダーが送られ、オランダへ帰国した後は、オランダ貴族として、オランダ議会に出席、オランダ軍の騎兵隊長に任じられた。スペイン継承戦争では、イングランド軍総司令官のマールバラコをジョン・チャーチルに従い1702年から1703年にかけて、 スペイン領ネーデルラントでフランス軍と交戦1706年のラミーの戦い1708年のアウデナールでの戦いとリール包囲戦に加わり1710年から1711年にかけて北フランス戦線を戦い続け1712年にイギリスとフランスが単独交和してマールバラ港の公認のイギリス軍司令官のオーモンド公、ジェームズ・バトラーが イギリス軍を引き上げさせた後もプリンツオイゲンと共にフランス軍と戦ったがドゥナの戦いでビラール率いるフランス軍に敗れて捕虜となった。以後目立った活動がないまま1718年に48歳で死去、息子のウィリアム・バンキヘッペルがアルベマール博位を継いだ。子孫はイギリス貴族として存続第七代アルベマール博、ウィリアム・ケッペルの息子、ジョージ・ケッペルの妻、 アリス・ケッペルはエドワード7世の愛人となり、アリスの彦にあたるカミラは、プリンセス・オブ・ウェールズになっている。イギリス革命士、P222,P232。イギリス革命士、P240。スペイン継承戦争 P62,P350。ありがとうございます。